声が俺生の声でかくて負けてんの。あー無理に出すから今日は、クリスマスが来たぞということで、はい、クリスマスに欠かせない歌知ってる、うん、街中が違うよ。豆が出る日青い大宿の子なぜ泣くの、あそこの角で転んだの、どうしてそんなに急いだの、明星即席ラーメンパパと一緒に食べたいの。クリスマスに大変ですね。明星即席ラーメンをクリスマスにパパと食べるの、うん、いいですね。聞いてる？聞いてる？ラーメンね、ラーメン、はい。それもインスタントラーメン最近作ってないね食べる機会があまりない、ないね、ないね、うん、まあそんなことで、はい、クリスマスの前に、うん、これレッドサンデーだよ。はい、レッドサンデーです。あれやんなきゃ、あれやんなきゃね、いつもの曲です。クリスマスにね、うん、今年はね、はい、プレゼントをみんな渡さなきゃいけないというか、予約が入ってるの。え？クリスマスプレゼント予約が入ってるの。ケビンがクリスマスを渡すんですか？そう、プレゼント渡す予約入ってるの、うん、もう大変だよ、ケビン大変だよとか言ってクリスマスなくてもいいよなくてもいい。なんでさ、クリスマスにプレゼントが必要なんだろうね。おもちゃ屋さんのあれじゃないですか。俺おもちゃ買ってないよ、プレゼント。おもちゃ買わないよ。プレゼントがなんでクリスマスにプレゼントがいいの。クリスマスイコールプレゼントみたいなね。サンタクロースがプレゼント持ってきてくれるみたいなね。サンタクロースってもともとクリスマスはもう関係ないところにやったらしいよ。あ、そうなんですか。うん、
なんかあんなこと書いてあったのみたいな気がするな。へでプレゼントでしょ、うん、クリスマスってイコールプレゼント、ケーキとプレゼントだよね。そうですね、ケーキとプレゼント、まあ、ケーキをくれるのは嬉しいけどね。でケビンクリスマスにプレゼントもらったことないよ。え、もらった記憶ないよ。え、なんかくれたことあるの俺に。ありますよね。ないと思うよ。ない、もらってない。嘘だね。クリスマスが全体的に嫌いなんだけど、好きな部分があるんだよ。何？クリスマスで好きなのはクリスマスソング。あ、クリスマスソングね。もうね、いつでも聴いてるのクリスマスソング。夏でも聴いてますよね、ケビンね、うんうん、好き。でもクリスマスは全体的にトータル的に暗い、嫌い。忙しいから。いや、忙しいからってか面白くない。面白くないんだ、うん、だってみんな。なんでクリスマスがね、俺クリスマスはクリぼっちになりたい。クリぼっちになりたい。なりたい。まあ、そんなことで、はい、クリスマスの歌は、小町が歌ってましたよね、うん、街中がクリスマスをちょっとやってみたいと思うんです、はい、いいですか、直さん、はい、覚えてる？なんとなく。街がキラキラ飾られた、あっちもこっちも飾られた、今日は楽しいクリスマス、街に繰り出し騒ごうよ、みんな集まれ、ハッピークリスマス。忘れてました。本当に忘れること大事だよね。覚えておくとろくなことないもんね。そうですね、うん、みんな忘れようかな。あれ俺誰だっけ。それはやめてくださいよ。俺誰だっけ、ちょっと大変だからやめてくださいよ、説明するのが。70年分語らなきゃいけないじゃないですか。まあこの間のオフ会も大変お世話になって、はい、皆さんありがとうございました。面白かったのかな。いやもうね、うん、皆さんね、楽しかったって言ってましたよ。なんかお料理もすごくて、ライブも聞けて、でビジネスの話も聞けて、なんか盛りだくさんすぎて、この値段でいいんですかっていう感じだったみたいです。でやっぱりあれだよね、オフ会ってスマイルビジネスと組み合わせるのすごいんだね。いや面白かったですね。そうだったね、うん、ね、本当にね、みんながね聞いてくれてね、本当にもったいないぐらいに良かったって言ってましたよ、岩佐さんを見ていただいて。あ、本当にありがとうございました。良かったな、うん、ね、ケビンもなんか70年間生きてきて良かったかなって思えるようなオフ会でしたね。良かったですね、まあ、いい方、今、まあ、いいよね、ちょっといい方だったよね。70年間生きてきて素晴らしかったなっていうオフ会でした。いいこと、よくない。最近思うのは、はい、
渋みを増そうかな。70歳になって何かもしれないです。笑うとこか、そこが。いや、ね、チャラい感じのケビンが渋みを増せるんですか。あの渋みこうなんかさ、うん、こうなんかニヒルってこと知ってる？ニヒルね、うん、そんなに似合わないよ俺に、うん、ニヒル。あんまりこうない感じだ。陽気だもんだって。俺そんなことないと思うよ。意外と暗いよ。暗いとか言ってんだけど、誰が、どこの誰が言ってんの。暗いんですか最近。病んでるはいるけど、うん。冗談とか言ってて。暗いかな俺な、まあ、とにかくね、はい、まあ、あのまあそういうことですよ。どういうこと。まあね、クリスマスも近いし、うん、まあ盛り上がっていきたいと。いや俺ね、うん、病んでんのかな。まあそんなことでお送りしてきましたけど、はい、そろそろお別れでございますね、はい。最後のクロージング、はい、クロージングテーマ、はい、いいですか、はい。昨日もあのなんだろう、あのなんだっけ、ほらオフ会も、うん、この涙がこぼれてよかったですね。ジーンと聞いてましたね。おお、よかったですね。寝そうだった。寝そうだった聞きながら。子守歌なのかなみたいな。本当に素晴らしいなと思いました。ということで、はい、行きたいと思いますが、いいですか。はい。5、4、3、2、1。へー、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ヒッツ。
動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。安沢ウェブチャンネル YouTube 配信チームがお届けいたしました。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではいきますよ。5、4、3、2、1、へー。